うつろな十字架は、東野敬語の書き下ろし長編サスペンス小説。2014年5月25日に、公文社より、単行本が刊行された。2014年6月2日付オリコンチャートの、ブック総合部門ランキングで1位となり、文庫部門で1位の、パラドックス13と合わせて5年7ヶ月ぶりのに部門制覇となった。2017年5月11日、 公文社文庫版が発売された。11年前、娘を強盗に殺害された中原道正は、当時の担当刑事だった佐山の訪問を受け、今度は離婚した元妻の佐横子までも視殺されてしまったことを知る。佐横子とは、娘殺害の犯人の昼川が死刑になることだけを望んで、裁判を共に戦った過去があった。犯人の死刑を望まない被害者家族はいないが、 中原も左子も、たとえ犯人が死刑になろうとも、娘は戻らないという、虚しい事実に直面したのだった。離婚した後は、お互い連絡し合うこともなかったが、左子が離婚後も、精力的に行動していたことを、事件の後になって知る。それは、娘の死を乗り越えるためという目的は、同じだったが、そのために、中原が選んだ道とは、正反対であった。 左ヨを殺害した犯人は自首してきたが、それも上場釈量となりそうで、とても死刑判決は出そうにもない。しかし孫と、今また娘までも殺された左ヨの母の理恵は死刑休憩を願い、中原も元夫として関わっていくことになる。ありがとうございます。